立田電線株式会社は、大阪府東大阪市に本社を置く、電線や光ファイバー、電子材料などを製造する企業である。電線、ケーブルが事業の中心であり、設備用電線、ケーブル、配電用電線、車両用電線、鉄道信号用ケーブル、機器用電線、原子力発電所用電線、ケーブル、 および耐屈曲性を強化したファクトリーオートメーションロボット用ケーブル等を製造している。エレクトロニクス部品分野では、光ファイバーカプラやコネクタ等の配線部品のほか、電子回路用の材料を製造している。また、情報通信用ケーブルとして、光ケーブル、メタル通信ケーブル等の製品を製造している。これらのほか、応用システムとして、漏水検知、入退室管理、 侵入監視の各システムを取り扱っている。また、環境分析事業も展開している。有限会社豆用金属工業所の創業者、辰巳宇三郎の、辰と、田谷良造の、蓋を組み合わせたものである。総合電線メーカーの中堅であるほか、電子材料への注力が特徴となっている。2011年5月20日の経営説明会において、 電子材料事業を第二の柱として開発・育成を急ぎ、従来からのメタル、光通信ケーブル事業を縮小していく方針を示している。なお、電子材料事業の主力商品であるスマートフォン向け電磁波、シールドフィルムでは世界シェア8から9割を有している。また、実業団の競合スポーツチームとしてバスケットボールチームを要しており、 近畿築実業団としてはトップレベルであり、地区代表として全国大会出場経験がある、大臨会の会員企業である、ありがとうございます。